ジェイソン・ジェロット・ブルジョワは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手。外野手、ウトウ・ミギウチ。MLB シカゴ・ホワイトソックス参加に所属。2000年の MLB ドラフト2巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。2005年3月25日に、ウェーバーで、アトランタ・ブレーブスへ移籍した。12月8日にルール5ドラフトで、 シアトル・マリナーズへ移籍した。2006年12月9日に、シカゴ・ホワイトソックスと契約を結んだ。2008年9月6日にメジャーに昇格した。9月9日に試合出場し、メジャーデビューを果たした。2008年11月24日に、ミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級ナッシュ・ビル・サウンズに移動となった。2009年8月12日に、 ビルホールのディーフに伴ってメジャーに昇格した。2009年10月26日にウェーバーを経て、ヒューストンアストロズへ移籍した。2010年1月20日にディーフとなり、AAA9 ラウンドロックエクスプレスへ降格した。6月10日にメジャーに昇格した。2011年はリーグ9位の31盗塁を記録した。2012年3月20日に、 ケビン・チャップマンとのトレードでハンベルト・キンテイロと共にカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。11月2日にディーフとなり12日に FA となった。2012年12月6日にタンパベーレーズと契約を結んだ。2013年8月23日にディーフとなった。2013年11月5日にシンシナ・ティレッツとマイナー契約を結んだ。 2014年9月1日にセプテンバーコールアップで昇格した。2015年オフに自由契約となった。2015年12月11日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕後は参加のトリプル A 級りの a ーシズでプレーしていたが、メジャー昇格はならなかった。 2016年5月23日に金銭トレードでシカゴホワイトソックスへ移籍し、参加のトリプル A 級シャーロットナイツに配属された。この年はメジャーでの出場はなかった。オフの11月7日に FA となったが、2017年1月7日にマイナー契約で再契約し、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。